宗教団体エホバの証人の元2世が実施した調査で、鞭打ちを受けて育った信者のうちおよそ6割がうつ病など精神的な後遺症があると回答したことが分かりました。エホバの証人の組織に関しては、きっちり過去の反省をしていただきたい。エホバの証人の元2世たちは、教団の中で子どもを鞭打ちする虐待が行われているとして、2021年9月に SNS でアンケートを実施し、255人の声を集めました。鞭打ちに使われる道具に関しては、半数以上が革ベルトやガスホース、物差しなどと回答しました。少なくとも2010年代まで鞭打ちをされていたことが確認されたということです。さらに鞭打ちによる後遺症については、うつ病などでカウンセリングを受けている人やフラッシュバックが起きると答えた人はおよそ6割に上りました。元2世たちはこうした実態を厚労省にも報告したということです。教団の日本支部は、暴力や罰を受けたことのトラウマに苦しんでいる人たちに心から同情します。聖書はそのような暴力を禁じていますと回答しています。